こんにちは。埼玉県東松山市の市場所柴崎です。今日はいらない土地、不動産は手放せるのかというテーマでお話をしたいと思います。それですね。いらない不動産、土地があったとしまして、これを手放すことができるのか。まず基本的に自治体にですね、いらないからって言って寄付する、土地を寄付するということは難しいということになります。そして、 土地のですね、所有権を放棄すること、これは現状はできません。将来において法改正があるかもしれませんけども、現状はできないということになります。それでは、相続のタイミングで、例えば、親御さんが亡くなって親御さんの持ってた土地をですね、相続放棄してしまえば、 これは親御さんの全財産を相続放棄するという話なんですけど、相続放棄をすればですね、親御さんの持っていた土地とかも引き継がないという話になります。ただしですね、相続人全員が相続放棄してしまうとですね、管理する人がいなくなってしまうので、相続財産管理人ってのをですね、裁判所で選んでもらわないと、不動産を管理する義務が残ってしまう可能性があります。 ちなみにこのチャンネルではシニア世代とそのご家族に向けてですね、相続とか遺言の話を分かりやすく解説することを心がけて情報を発信しております。では本題に戻りまして、売れない不動産、例えばどういうものがあるか、代表的なものはですね、農地ですね。農地。で、農地をですね、売るときには農地法の許可、 ま、地域によっては届けなんですけども、農地法の許可が必要になります。そうすると、市街化調整区域のですね、農地を売るにはですね、まあ、基本的に、ま、農地法の許可がいるんで、農家しか買えないという話になります。で、そうすると、農家もですね、わざわざその畑とか田んぼを買い足して、事業を拡大しようという農家はあまりいないので、 農家もですね、あの農地を買ってくれる確率は低いということになります。で、地域によってはですね、農地にですね、家を建てられたり、太陽光発電のですね、設備なら建てられるとか、地域によってそういう地域もあるので、まあ、場合によっては売れる可能性もゼロではないということになりますけど、まあ、地域によってはもうそういう建物とか一切建てられないとかいう地域もありますので、 そうなってしまうと、農地を売却するのはいよいよ難しいということになります。また、農地の他にもですね、山林だとかもですね、特に買い手がなかなかつくのが難しかったり、あとは、へ地の別荘地を持っているけども、もう別荘地もですね、錆びれてしまって、なかなか新しい購入希望者がいないような場合、まあ、売れないで残ってしまうと。そして、 例えば昔、原野商法でですね、田舎のですね、土地をですね、買ってしまったような場合ですね。そこはもうですね、家とか全然建ってないような場所でですね、その土地を買ってしまったような場合。こういった場合も、原野商法で買ってしまった土地を売るのが困難。そして、基本的に家が建てられない、道路に面してなかったりして、 家が建てられないような土地もですね、売るのが難しいということになります。まあ、こういったですね、売れない、売りにくい不動産を持ってしまったとき、まあ、処分することはできるのか、こういったことでテーマで今日はお話をしていきます。で、不動産を持っていれば責任を負うという話なんですけども、まあ、例えば土地を持っていてですね、まあ、草が伸びて 来たりですね。まあ、木がある場合は、その木が茂ってしまったりするとですね、まあ、近隣の迷惑になってしまうので、まあ、そういった草刈りをしたり、庭木の剪定をしたり、こういった作業をする必要が出てきてしまうと、また土地じゃなくて建物を持っているような場合もですね、その、誰も住んでなくても、空き家の管理を適正にしないといけないということになります。適正に管理してなくてですね、 まあ、空き家を原因とする事故が起きた場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。適正な管理をしていないと。まあ、例えば、火災を起こしたりですね、まあ、倒壊。 空き家が倒れてですね、まあ、近所の人の建物を壊しちゃったりとか、あとは誰か通行人に怪我させたり、まあ、死亡させたりした場合、また外壁材、まあ、瓦とかが落ちてですね、誰かが怪我したりなくなってしまったような場合、こういった事故が起きたらですね、まあ、場合によってはその所有者が責任を問われて損害賠償請求を受けるかもしれません。でまたですね、 外虫や外虫の繁殖とあるんですけど、例えば白アリが空き家で繁殖して、近隣の家にも迷惑をかけてしまったり、まあ、外虫ですね、そこの空き家でですね、な、ま、ん、あ、でしょう、動物がですね、いっぱい繁殖しちゃって、まあ、周りの家にも迷惑をかけたり、こういった場合もですね、まあ、周りから損害賠償請求を受ける可能性はあります。そして不動産を持ち続けていれば、固定資産税をですね、 請求される。請求して払い続けなきゃいけない。こういった責任が生じるということになります。では、いらない土地をですね、自治体に寄付できるかどうかなんですけど、まあ、基本的には難しいと、価値のない不動産についてはですね、自治体が寄付をですね、受け付けない確率が高いということになります。まずは自治体の ま、所有にすることによって、その不動産を管理しなきゃいけない。自治体が管理しなきゃいけないので、その管理コストを嫌がるという点や、また、持ち主が持ってればですね、固定資産税としてですね、毎年自治体にお金が入ってくるのが、それを自分の名義にしてしまえば、その固定資産税を請求することができない。減収になってしまう。ので、基本的にはですね、価値のないような不動産についてはですね、 自治体は寄付を受け付けないのが一般的になります。では、不動産のですね所有権放棄ができるかどうかなんですけども、まあ、いらないから、ですねもう所有権を放棄して国に返すと、こういうことができるのかどうかなんですけども、現時点では、2020年の10月時点では、それはできないということになります。ただ、今ですね、そういう所有権放棄のことをですね、まあ、国の方で検討してますので、 将来においてですね、法改正があって、放棄できるようになるかもしれませんけれども、現時点ではできません。またですね、法改正とあったらですね、随時お知らせしたいと思いますけれども、現時点ではできないということになります。で、また考えられるのがですね、相続のタイミングで相続放棄してしまうということが考えられると、例えば親御さんがそういういらない不動産を持ってて、 で、親御さんが亡くなったタイミングで、親御さんの子供とかがですね、親御さんの財産を相続するっていう話になるんですけども、この相続のタイミングで家庭裁判所で相続放棄をして、親御さんの全財産を相続しないっていう話になれば、そのいらない不動産も相続しないということになります。 注意点としては、まずこの相続放棄っていうのは、家庭裁判所でやるということですね。手続きするということですし、相続放棄をすればですね、不動産も含めて、親御さんの遺産全部を相続しないという話になります。いらない土地だけ相続しないというのはできなくて、相続しないんだったら親御さんの財産、預貯金等も含めて全部相続しないという話になります。相続放棄っていうのはですね、3ヶ月以内にしなきゃいけなくてですね、 いつから3ヶ月かというと、事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内、自分のために相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内なので、まずは亡くなった人が死亡したことを知ったこと、そしてそのことによって自分が法律上の相続人ってなったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄するということになります。まあ、基本的にはですね、その亡くなった人が亡くなった日から三ヶ月以内に 家庭裁判所に相続放棄の手続きを出しといた方が無難であります。で、相続放棄なんですけども、まずですね、亡くなった人にねですね、子供がいて、子供が全員相続放棄した場合、どうなるかというと、子供が全員相続放棄するとですね、この亡くなった人の親、親などの直系存続が相続人になるので、もしですね、その、 親などの直系存続が、そのいらない不動産を引き継ぎたくないってことであれば、その人たちも相続放棄しなきゃいけないと。で、もしくはその直系存続が全員亡くなっている場合はですね、今度は兄弟姉妹に相続が回ってきます。亡くなった人のですね、兄弟姉妹が今度は相続人になります。子供も全員放棄して、親 とかもですね、相続放棄したり、もしくは亡くなっている場合は、兄弟姉妹、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となりまして、で、その兄弟姉妹もですね、いらない不動産相続したくないということであれば、相続放棄の手続きをするという話になります。で、そうするとですね、まあ、相続人全員が結局、全員相続放棄してしまうとどうなるかなんですけど、注意しなきゃいけないのが、民法940条に相続放棄をしたものは、 その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、事故の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならないと書いてありまして、相続放棄したとしてもですね、誰かが財産管理できるようになるまでですね、財産管理を継続しなければならないってことで、不動産があった場合はですね、その不動産の管理の義務が あの誰かに引き継ぐまで、ですねなくならないということになります。でそうすると、全員が相続放棄しちゃうと、相続財産管理人というのをです、ね、裁判所に選んでもらわないと、その管理義務を免れないということになります。相続財産管理人をですね家庭裁判所で選んでもらって、財産を引き継ぐ、まあ、いらない不動産も引き渡して管理を引き継いでもらう、こういうことをしないといけないと。でただですね 相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てるときに、亡くなった人にですね、預貯金とか金銭的なですね、遺産があれば、また話は別なんですけども、いらない不動産しかなくて、預貯金とかほとんどないとなるとですね、その相続財産管理人の報酬だとか、ま、手続きに必要な費用とかを賄うために、お金をですね、裁判所に予納してくださいっていう話になる。 可能性が高いいと思いますで、これが結構高くてですね、埼玉だとですね、余納金がですね、まあ、事案によっても違うと思うんですけど、100万ちょっとぐらい、110万とか、その前後ぐらいですねあの、納めなきゃいけなくなる可能性があります。なので、相続財産管理人をですね、選んでもらう時の余納金が結構お金がかかるかもしれないということになります。 でもこれを選ばないと結局不動産のですね、管理義務を引き継げないということなんで、その管理義務を免れたいんであれば、このですね、世納金を負担する必要が出てきてしまうと。なのでですね、いろいろお話ししてきましたけども、基本的にはですね、不動産を手放すのは難しいということになります。なので、 売れる可能性がですね少しでもある不動産であれば、早めにですねその売却の行動を起こした方が良いかもしれません。もしかしたらですね時間をかければ売れる可能性があるとこもあるかもしれないので、まあ、そういう可能性があるのであれば、早めに行動した方が良いかもしれません。では、今日はですね、まずですね、 売れない不動産を手放せるのかについてまあお話ししてきまして、自治体に寄付するのは難しいです。基本的には難しいんじゃないかって話をしまして、そして土地の所有権を放棄するっていうのは現状はできないと。今時点ではできないと。将来において法改正とあるかもしれないけど、今はできないということになります。そして、まあ、相続のタイミングで 遺産全部を相続放棄してしまうという手段もありますけども、全員が相続放棄してしまうと、相続人全員が相続放棄してしまうと、相続財産管理人手いうのをつけないと、不動産の管理義務が残ってしまうということになります。それではですね、今日はいらないですね、不動産を手放せるのかどうかについてお話ししてきました。司法書士柴崎事務所ではですね、 相続手続きとかに関する面談相談を初回無料で受けたまっております。必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクは概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。